皆さんこんにちは。今回は YouTube と Fimora のモザイク機能についてご紹介します。 YouTube に投稿した動画に後からモザイクを追加する方法や Fimora の様々なモザイク機能を使って顔隠しや背景隠しなどを効率的に行うテクニックを解説していきます。チャンネル登録と通知をオンにしてぜひ最後までチェックしてくださいね。概要欄の URL または公式サイト fimora.wondershare.jp から機能制限なしの Fimora 体験版をぜひゲットしてくださいね。 YouTube のモザイク機能、最初に YouTube に投稿済みの動画に使えるモザイク機能を紹介します。 YouTube をやっていると投稿をした後でモザイクをかけたくなって修正版を上げ直したという経験がある方もいるのではないでしょうか。 YouTube Studio にはいくつかの編集機能があって後からモザイクをかけることができます。コンテンツページから該当の動画の詳細を開いてエディター、ぼかしと進みます。プラスボタンをクリックすると顔のぼかし、カスタムぼかしと表示されるので必要な方を選択します。顔のぼかしから見てみましょう。クリックすると YouTube が自動で動画内の顔を検出します。この中からモザイクをかけたい人を選んで適用するだけで動画にモザイクが自動で追加されます。被写体の動きや人数によって外れてしまうこともあるので必ずこの画面で再生確認してずれている部分を調整したり、認識されていない部分には上部のプラスぼかしボタンでモザイクを追加していきましょう。調整が完了したら保存、しばらくすると動画に反映されます。反映されるまで時間がかかるので注意が必要ですね。カスタムぼかしの場合は表示時間や形、トラッキングの設定を手動で行うことができます。こちらも反映されるまで少し時間がかかるので注意が必要です。このように YouTube Studio ではアップした動画に後からモザイクを追加することができますが、トラッキングの微調整が必要だったり反映されるまで少し時間がかかったりするので、全てのモザイク処理を YouTube だけに頼るのではなく、あくまでこちらは応急処置的な使い方にとどめて、基本的には編集時にモザイク処理をするというワークフローがおすすめです。次のチャプターからは Fimora のモザイクテクニックをご紹介します。最速簡単顔専用モザイク。 Fimora にはいくつかのモザイク機能が搭載されていますが、人物の顔に特化したモザイクはエフェクト、ビデオエフェクト、ユーティリティにあるフェイスオフが簡単で最速です。顔が映っている動画クリップの上かクリップに直接ドラッグ&ドロップするだけで画面内の顔を自動認識してモザイクをかけます。複数の人が映っている場合も瞬時に適用されて便利ですね。このお手軽さの反面、細かく調整できないのがこのフェイスオフの弱点。顔の角度や画面上の大きさ、背景とのバランスによって顔と認識されずモザイクがかからないシーンもあります。その場合はフェイスオフだけでカバーすることができないので、モーショントラッキングとモザイクなどで対応する必要があります。モザイクをモーショントラッキングさせる方法はこちらの動画で詳しく紹介していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。自由な形のモザイク。ここからはエフェクト、ビデオエフェクト、ユーティリティグループのモザイクを使ったいろいろな表現方法を紹介します。一般的なモザイクとして使う場合は、動画や画面の上かクリップに直接追加してモザイクの種類、範囲、強度を設定するだけ。これで画面の一部をぼかすことができます。エフェクトマスクを使えばエフェクトが適用される範囲を調整できるので、モザイクを全画面にしておいて特定の部分だけをぼかしたり、被写体の動きを追うようにキーフレームで動かすこともできます。マスクを反転させれば背景をぼかすこともできますね。またエフェクトマスクボタンをもう一度クリックするとマスクを追加して離れた箇所にモザイクを適用することもできます。モザイクとエフェクトマスクだけでかなり自由なモザイクを作成できますね。 AI 機能でモザイクを作成。
フィモーラに搭載されている AI 切り抜き機能を使えば、動く被写体の形に合わせたモザイクを作成することも可能です。モザイクをかけたいクリップを複製して上下のトラックに重ねます。次にエフェクト、モザイクを上のクリップに直接適用して画面全体に効果がかかるように拡大しましょう。モザイクの強度や種類の変更は編集パネルのエフェクトタブで行うことができます。ビデオタブの AI ツールページに切り替えて被写体を切り抜きます。この時切り抜く対象が人間であれば AI ポートレートを使うと早くて簡単です。オンにするだけで自動的に人物を認識して背景が透明化されるので、必要に応じてエッジの幅やフェザーの調整をしましょう。画面内に対象以外の人物が映っていて切り抜きがうまくいかない場合や、動物や乗り物など人間以外の被写体が対象の場合は AI スマートカットアウトを使ってみましょう。開始ボタンをクリックすると専用画面が開くので対象をなぞっていきます。対象が選択できたら開始ボタンで被写体の動きを検出して背景を透明化できます。うまく切り抜かれていない部分があればブラシや消しゴムツールを使って細かく調整することができます。保存すると被写体のみにモザイクが適用されました。背景をぼかしたい場合は上のクリップのエフェクトタブからモザイクを削除、下のクリップにモザイクを適用します。また切り抜きツールを使う場合はクリップが分かれているのでカラーツールを使ってモザイク部分だけの色を変更することもできます。一時的な目隠しなど演出的な使い方にも向いていますね。以上、 YouTube と Fimora のモザイク機能についてご紹介しました。シーンに合った機能で効率的なモザイク編集を行ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。 Fimora チャンネルでは質問やリクエストを募集しています。お気軽にコメント欄や公式 SNS へお寄せください。この動画が役に立ったらチャンネル登録、高評価をお願いします。通知をオンにして最新情報もゲットしてくださいね。それでは次回もお楽しみに。